どうも、ナムチンでーす。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は最強モンスターの作り方をやっていきたいと思います。最強モンスター、こちらです。ゴッドライダーですね。これ、最強のヒーラーです。このヒーラーはね、マジで強い。特性を見ますと、こんな感じ。1、2回行動に回復のコツ。これがついてるんですよね。回復にすごく特化されたやつで、さらに2回行動があるので、2回ベホマズンを使ったりとか、1回ベホマズンで2回目攻撃するとか、そういう動きができるので、ものすごくおすすめです。それでは、ゴッドライダーの作り方の説明ですね。まず、モリモリベスですね。モリモリベスと、メタルライダー。これを掛け合わせると、スライムジェネラルが出来上がります。スライムジェネラルを作ってください。もしもこの2体がいないっていう場合は、スライムと魔獣、どちらかを B ランクのやつで掛け合わせると、スライムジェネラルが出来上がります。続いて、マスタースライムの作り方ですね。スライムファングとモヒカントを合わせてください。そうすると、マスタースライムが出来上がります。で、モヒカントなんですけども、結界の祠に普通の敵としています。そこで捕まえてくるのもいいですし、もしくは、マムーとワニバーンを合体させると、モヒカントが完成します。そして、スライムファングですね。これは意外と簡単ですね。ジャングラーとアルミラージを掛け合わせると出来上がりますし、スライムと魔獣、どちらかが D ランクだったかな?だったら出来上がりますので、簡単かと思います。で、出来上がりましたスライムジェネラル、そしてマスタースライムを掛け合わせてゴッドライダーの完成ですね。で、スキルですけども、マスタースライムが勇気っていうスキルを持ってます。これが素晴らしい。バイキルト、そしてザオラル、ベホマラー、ベホマズン、ギガブレイクを覚えてるんですよね。まあ、これがあるだけで、もう全然 OK です。もう裏ボスクリアまで全然このままでやっていけます。それぐらい強いです。はい。ということで今日は最強のヒーラー、ゴッドライダーの作り方を紹介しました。ほんとこのモンスターがいるだけでガラッと変わります。むちゃくちゃ強いです。まあ、とにかく特性の1、2回行動に回復のコツ、この2つがマッチしててめちゃくちゃいいです。ぜひ作ってください。ゴッドライダーでした。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。